こんにちは。バスガイドぶらり旅にようこそ。前回に引き続きまして、徳川家康の生誕地岡崎をご案内します。前回は家康の生まれた岡崎城をお送りしました。今回は徳川家、松平家の菩提寺、大樹寺です。地元の方が380年守ってこられたビスタライン、桶狭間の合戦の後、死を覚悟した家康が再起を誓った地でもあります。ガイドは奈美恵です。カメラマンはみゆきちゃんです。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは大樹寺にやってきました。浄土宗のお寺さんです。大樹寺は三河松平家、そして徳川家の菩提寺として知られているところなんですね。神君徳川家康の菩提寺にもなっているところです。大きな山門が後ろに見えてますよね。この山門は1641年三代将軍の家光によって建てられたものなんですね。上の方にはですね、額があります。大樹寺と書いてある額なんですが、この額は後奈良天皇の勅額なんです。こちらは重要文化財になっているものなんですね。さて、こちらのですね、大樹寺にはビスタラインというのがあるんですよ。ビスタラインというのは何かというと、ビスタというのは眺望とか展望という意味なんですが、1641年に三代将軍の家光がこの道東伽藍を造営した折に、本堂から山門、そしてここからまっすぐ3キロ先にある徳川家康公が生まれた岡崎城、常にこちらから見ることができるようにというふうに言ったんです。ですから岡崎城の代々の城主も天守閣の上からこちら神君が祀られているこの菩提寺を拝むことができるようにというふうになってるんですね。これが今から380年前の話になります。それからずっとここの土地の方々はこのビスタラインを守ってきてるんですね。全然規制も情勢もありませんでした。ですからこのビスタライン上に住んでる方々が高い建物を建てないようにと自分たちで決めてきたんです。ということでちょっと振り返って見てみてもらいたいんですね。まずね、この先、今山門が見えてますよね。山門の奥に本堂が見えますか。この本堂、山門、そして後ろを振り向くと総門があるんです。ちょっと振り向いて見てみてくださいね。はい、ぐるっと振り向くと、もともと参道だったところ、現在では岡崎市立大樹寺小学校になっています。小学校校庭を挟んで向こう側にあるのが大樹寺の総門。そこから遠く天守閣が見えますか。まっすぐ一直線に岡崎城の天守閣が見えるようになっているんですね。これをビスタラインと言います。先ほど岡崎城の方からもですね、大樹寺のを見たんですけども、やっぱりこの辺建物が密集しているのでなかなかちょっと分かりづらかったですけどもね。はい、それではこれから家光公が寄進しました山門をくぐって大樹寺をお参りに行きたいと思います。行きましょう。山門をくぐります。正面が本堂です。さあ、本堂にお参りする前にちょっとこちらに来てみてください。はい、それでは正面をご覧になってみてください。重要文化財に指定されている二重の多宝塔と言います。はい、こちらの大樹寺は三河松平氏の4代近忠によって創建されました。こちらの建物は
徳川家康のおじいさんですね、三河松平の7代目になります清康によって建てられたものなんです。近忠によって作られた道東伽藍は一つも残っていないんですね。今現在大樹寺の境内で一番古いのがこの清康によって1535年に建てられたこの多宝塔になるんですね。屋根は檜皮葺きです。本尊の多宝如来像を安置しています。美しい二重の塔は境内においては唯一の室町時代の建物です。はい、それでは多宝塔跡にですね、本堂の方に向かっていきたいと思います。はい、今また正面にですね、横から山門を見ていただいてます。大きいですよね。2階に上がれるようになっているんですが、2階には釈迦三尊16羅漢がこちらに祀られています。はい、本堂に行く手前にですね、鐘楼が見えています。ちょっと遠いですかね、鐘楼。あちらの鐘楼も三代将軍家光によって1641年に建てられた鐘楼です。さあ、正面には大きな本堂が見えていますよね。残念なことにですね、江戸時代の末、安政2年に出火があり、ここみんな火事で焼けてしまっているんですね。本堂と栗と書院などつながった建物はみんな焼け落ちてしまいました。まあ、ですからその後にですね、ちょっと一回り小さく再建されているものなんです。離れたところにある鐘楼や山門や多宝塔は火事を免れることができたんですけれども、本堂の方は燃えてしまったんですね。はい、山門から総門、そしてその先の岡崎城に直線3キロのビスタラインです。ずっとズームをしていきます。岡崎城見えました？ちっちゃいですけれども、直線に岡崎城が見えています。はい、それでは本堂のお参りをしたいと思います。皆さんも一緒にお参りしてくださいね。それでは皆さんも本堂に上がってお参りになってください。ご本尊は木造の阿弥陀如来坐像です。阿弥陀様の後ろの光の中に千体の小さな阿弥陀仏がいるところから、一光千体阿弥陀如来と言われ、平安時代の末に作られたと言われています。1560年徳川家康19歳の年、桶狭間の合戦にて今川義元が織田信長に討たれました。8歳から今川家の人質となっていた家康は、今川勢として戦っていたために身の危険を感じ、わずかのお供とともに命からがら大樹寺に逃れてきたんですね。しかし織田勢は岡崎に入り、いよいよ家康のいる大樹寺を取り囲んできました。もはやこれまでと死を覚悟した家康は、大樹寺の松平家の祖先の墓の前で自害を決意しました。この時大樹寺13代住職東予上人は、御利江戸権具浄土、戦国の乱世で汚れた国土を平和な浄土にするのがあなたの役目であると家康を諭したのです。再起を決意した家康は大樹寺の造兵とともに織田軍を討ち、岡崎城に入りました。家康はこの8文字を生涯座右の銘とし、これ以降の戦は御利江戸
権愚浄土の旗印とともに戦い抜き、平和な時代を築いたんですね。石の町岡崎らしい家康公の御影石の石像です。さすが徳川家の菩提寺です。屋根の丸瓦は皆葵の御紋です。平和な世を築いた家康公にふさわしく鳩が似合いますね。こちらの建物は宝物殿です。別名位牌堂といいます。残念ながら宝物殿は撮影が禁止なんですね。松平家と徳川家の歴代将軍の位牌を安置しています。大きな位牌はいずれも身長と等身大に作られています。家康公の身長が何センチだったか、ぜひ行って見てみてくださいね。他にも家康公の33回忌に合わせて家光が作らせた家康公の木像が安置されています。それでは家康の祖先松平家の墓所に行ってみましょう。はい、こちらは松平家のお墓です。松平家、三河松平家は8代なんですね。初代の親氏、そちらから8代目の広忠、徳川家康公のお父さんですね。松平8代のお墓があるのがこちらなんですね。はい、ずらーりと松平家のお墓が並んでいます。初代の親氏公からですね、8代目の広忠公まで、そして一番奥になるのがこちらが徳川家康公のお墓なんですね。家康公のお墓、見ていただいてお分かりになるかと思うんですが、とても新しいです。こちらは昭和44年に作られたお墓なんですね。ちなみにですね、この松平家8代のお墓というのが徳川家康公によってこちらに作られたものなんです。家康が亡くなる1年前、1615年に松平8代のお墓、家康によってこちらに建立されました。はい、おいしそうでしょう。今ですね、大樹寺をお参りを終えてお腹空いちゃったんですよ。ということで大樹寺さんの境内の中にある味自慢五平餅のお店でみたらし団子と小倉団子です。はい、ということでですね、今焼いていただきました。とってもね、いい匂いがね、ここ通るとすっごい匂いがするんですよ。ついつい惹かれてね、買っちゃったんですけども、ではみたらし団子いただきます。湯気上がってるの見えますか。湯気、ほら美味しそうでしょ。いただきます。うーん、おい、香ばしい。香りがすごいですね。おこげの香りがね、すごい香ばしいです。餅も柔らかくて。あんこです。いただきます。どうですか。喋れない。喋ってください。喋ってください。美味しいです。詰まりそうでしたよ。そう、お団子がね、結構柔らかくてね、そうなんです。飲み込むの結構大変な感じでね、とっても美味しかったです。大樹寺に来たらぜひ皆さんもみたらし団子と小倉団子食べてくださいね。でもお店の名前は五平餅です。ちなみに関東炊き、あのおでんのことですけども、美味しそうでしたよ。そちらもいいですね。おすすめです。続いては家康公一押しのグルメ、八丁味噌の味噌蔵に向かっていきましょう。はい、それでは岡崎の名物です、八丁味噌の味噌蔵角球さんにやってきました。やっぱりね、名古屋の方というと味噌の文化は赤味噌ですよね。こちらの角球さん、レトロなね、とっても雰囲気のいい建物が建ってますよね。こちらの角球さんは創業が1635年、
江戸時代の初めなんですね。非常に古い歴史を持っています。この八丁味噌の味噌蔵は現在2軒あるんですね。こちらの角球さんとお隣に丸屋さんっていう味噌蔵があります。丸屋さんはもうちょっと古いです。創業は1337年。2つの味噌蔵は競い合いながら今日までの間おいしい味噌を作り続けてきたんです。ちなみにこちらの角球、初代の方はですね、もともと今川家の家臣だったんだそうです。あの1560年の桶狭間の合戦の際に戦いに敗れて、そしてこの岡崎のお寺へと逃げ込んでくるんですね。そこで武士を辞めて僧侶になったんだそうです。お寺でお味噌を作ることを覚えて、後にこの地にやってきて味噌作りを本格的に始めたんですね。徳川家康はですね、この赤味噌である八丁味噌が大層好きだったんだそうです。江戸城にまで八丁味噌を運ばせていたんですね。そして全国に広めたのも徳川家康だというふうに言われています。赤味噌、皆さんお好きでしょうかね。どうでしょうか。赤味噌といえば味噌煮込みうどん、あと味噌カツ、そして田楽、他にもですね、今いろいろなね料理に使われているんですよね。さあ、こちらのですね、八丁というところはちょうど向こうにある岡崎城から八丁、今にして870メートルの距離があったところから八丁というふうに地名がつきました。そこで味噌のね製造が始まったところから八丁味噌と名付けられているんですね。さあ、それではちょっと売店覗いてみましょうか。実際にですね、味噌蔵の中は見学ができるようになっていて、明治40年にですね建てられた倉庫の中は現在資料館として使われているんですよ。はい、レトロな建物がいいですよね。昭和2年に建てられたこちらの本社の建物、はい、あの教会をイメージしてね作られたんだそうです。宮内庁御用達の看板が見えてますね。さあ、こちらの角球さんといえば純情きらりという NHK の連続テレビ小説の舞台になったことでも有名なところですよね。現在でも巨大な木桶に大豆麹を仕込んでいます。金星の取れたお餅の石積みは熟練の職人技です。八丁味噌は2年以上寝かせて熟成させるんですよ。添加物は一切使わず、大豆の旨みが濃縮され味わい深くなるんです。江戸時代から変わらぬ伝統製法で作られています。それでは売店に行ってみましょう。八丁味噌はもちろん、八丁味噌を使ったチョコレートやおまんじゅう、キャラメルなどのお菓子類から味噌カツのタレ、味噌田楽など種類も豊富です。おすすめです。赤味噌の赤だしなんですけども、フリーズドライなんですよ、ね、乾燥させてあるのですごい軽いんです。お味噌とお土産って結構重いんですけども、これはフリーズドライですからとっても軽くって、6個入ってて1100円なんですね。これをお椀に入れてお湯を注げば美味しいお味噌汁、赤だしのお味噌汁になります。結構おすすめです。それではまたまたグルメのお時間です。名物あるところにソフトクリームありということで、八丁味噌のソフトクリームにチャレンジです。はい、こちらは八丁味噌のソフトクリームです。お味噌のソフトクリームなんですよ、ね、なんとなくコーヒー色のソフトクリームにココアパウダーが乗ってるような感じに見えますけれども、味噌のソフトクリームに八丁味噌のパウダーがかかってるんですよね。そしてこの後ろの八丁って書いてあるこのおせんべいも八丁味噌せんべいなんですよ。さて、どんな味がするんでしょうか。それでは早速いただきたいと思います。パウダーがいっぱいついてるところをごっそりと取っていただきます。こんな感じ。いただきます。お味噌です。お味噌です。お味噌のコクとなんていうのかな、しょっぱさがあるソフトクリームなんですよ。なんとも面白い味なんですけども、ちゃんと口の中がお味噌です。このおせんべいも食べてみますね。味噌せんべい、
味噌です。赤味噌のコクがある、やっぱりちょっとしょっぱめな感じのおせんべいですね。甘いものと辛いものが一緒になって味噌の香りがするというですね、とても美味しいですよ。ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。はい、それでは続いて味噌串カツです。やっぱりね、八丁味噌といえば味噌カツですからね。今袋の中から現れようとしているのが今揚げたての串カツです。もう真っ黒です。もうね、美味しそうな八丁味噌をくぐらせてきた味噌カツさんなんですね。ちょっと湯気がね、上がってるのが見えるかな。湯気があまり映らないかもしれない。はい、でもね、熱々なんですよ。今出来たてです。はい、いい匂いしてますね。はい、それでは八丁味噌たっぷり使った味噌カツ、どうぞ召し上がれ。いただきます。はい、みゆきちゃんです。いかがですか。濃厚です。お味噌の甘辛さとお肉がマッチして美味しいです。湯気出せますね、うん、美味しい、美味しい、はい、やっぱり八丁味噌はカツですね。カツです。勝負に勝つ。縁起物です。八丁味噌の王道といえば味噌カツとこれ、味噌煮込みうどんですよね。はい、ゆきちゃんが食べるのは味噌煮込みうどんです。来た時ね、グツグツ言ってたんですよ。今ちょっとグツグツが落ち着いちゃいましたね。それ四角いの何ですか。三角なんかさつま揚げみたいな感じというか、ちょっと変な。さつま揚げ、油揚げ。え、それ食べて。うどんより先に食べちゃっていいですか。何か知りたい。油揚げの中にごぼうとかネギとか、うん、こんにゃくでしょうか。なんかちょっとさつま揚げみたいな感じの具材が入ってるというか、食べがいがある感じですね。美味しいです。食べ応えがありますね、はい、では肝心のちょっと味噌の中からおうどんが。何でしょう。くっついて取れません。くっついて取れない。思いっきり入れると味噌が跳ねます。はい、はいはい、じゃあ夫婦しながら食べてみてください。はい、いただきます。どういう風に？あのすごい細い麺なので、とっても味がちょっと染み込んでる。お味噌の味がしっかりしてます。出ます。麺はもっちりしていて、なんだろう、ちょっと太めの焼きそば麺みたいな感じ。焼きそば麺。うどんというよりどちらかというとちょっと細めですね。うん、はい、です。はい、ということでですね、今回は八丁味噌いただきました。美味しかったです。八丁味噌って言えるのはこの岡崎で作っている角球さんと丸屋さん2軒だけなんですよね。ここ以外は赤味噌というふうに呼んでいます。さあ、生粋の八丁味噌を今回はいただきました。はい、今回は徳川家康の生まれた岡崎城、そして、徳川家松平家の菩提寺大樹寺をご案内させていただきました。いかがでしたでしょうか。まだですね、戦国の武将っていっぱいいますからね。次はどこ見たいですか。いかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。さようなら。
次回は静岡県伊豆半島西伊豆の絶景をご案内します。海の向こうに浮かぶ秀峰富士、入り江の多い静かな西伊豆ならではの絶景の景勝地をご案内します。次回もまた見てくださいね。